皆さんこんにちは、ゆうたろうとモンタロウです。今日は令和3年12月の9日木曜日です。今日はね、この後ろに見えています JR 東日本吉川南の駅にやってきました。もうここに来るとね、皆さん大体我々が何をするかということが分かると思います。この間ね、JR 北海道で来年度っていうか、来年のね、3月にダイヤ改正で JR 北海道のね、消える駅のね、名前の入った乗車券を買いに来ました。今回は名前は消えるんですけども、場所がね、移転する東風蓮駅という駅が今度ですね、1点何キロかね、ずれて、名寄高校というね、駅の方に移ります。そしてね、駅名もね、名寄高校というね、駅名に変わるそうです。それでモンタロウ君はね、この吉川南でね、まだいつもの通り JR 北海道のね、名前入りの入場券を買いたいというのでやってきました。それからね、今青春18切符を売っているので、それもね、一緒に買いたいと思います。ではね、券売機の方に行って買いたいと思います。モンタロウ君はね、いつもの券売機の前にやってきました。今ちょうどね、列車が着いたのでね、ちょっと後ろが騒がしいかもしれません。ではね、いつもの通り、いらっしゃいませ、乗車券、まあ本日にしましょうね、大人一人で乗車券のみ、吉川みなみではないので他の駅ということで、東風蓮出ましたね。東風蓮とこのお隣が名寄駅というね、こちらので250円ということで、今お金をね、意外と高かったです。ではね、300円入れて洗濯、片道、確認、お釣りや切符の取り忘れにご注意ください。領収書をご希望のお客様は領収書ボタンを押してください。これね、東風蓮名寄ということでね、出てきました。これでね、この東風蓮というね、名前がなくなっても私どものね、コレクションの中にはずっと残ると思います。本当ね、モンタロウ君はこのようにしてね、切符を集めています。自分のね、乗った電車全部ね、改札でこれ記念に持って帰りたいんだということでね、いつもね、切符をもらっています。もうかなりね、モンタロウ君コレクションもね、増えてたくさん切符があります。それだけモンタロウ君はね、いろんなとこに行っています。ではね、今日はこのね、吉川南の駅でモンタロウ君が来年3月にね、名前が変わる東風蓮のね、駅の名前の入った乗車券を買ったというお話でした。モンタロウ君はついでにね、青春18切符も買ってしまいました。今ね、クレジットカードで買ったもんですから、いろいろとね、個人情報の関係がありますんで、このね、買い方については省略しました。これでね、青春18切符、12,050円ということで、買いました。これでね、12月の10日からね、2022年の、ね、1月10日までの間、
JR のね全線これ普通なんですよね、普通列車乗り放題ということでね、5回までね、乗り放題ということで、モンタロ君はねどこに行こうかもうね、考えています。今年はねお友達が静岡の方に引っ越したもんですから、これを使ってね普通電車で、静岡の方に行ってみたいなという話をしています。なかなかね青春18切符これもね大変なんですよ。普通列車はね遠くに、今まではねいろんな乗り継ぎが昔はね楽だったんですけど、今はね線路が廃線になったり、特に北海道はねかなり線路が廃線になったりということで厳しい状態ですが、私どもはね関東圏を中心に青春18切符をね使って冒険の旅に出たいと思います。